韓国のチーズドッグ、アメリカのアメリカンドッグ、日本のハウンドドッグ、ということで今回はチーズハットドッグを食べていきたいと思います。いただきます。今回は俺という人類が初めて食べるチーズドッグなんですけど、チーズハットグなんですけど、結局チーズをピヨーンって伸ばせばいい感じのサムネイルが取れると思うので、チーズ伸ばしたいって。伸びるのってゴムゴムのミーカー匂い棒って相場決まってるじゃないですか。じゃあ早速いただきたいと思います。やべえ、デージやべえっす。これ砂糖デージかかってるし、もうマスタードケチャップっす。伸びない。俺が気合い入れて作った動画くらい伸びませんでしたね。もうめんどくさいんでエクスカリバー抜きましたね。やば、うんま。初めてのチーズドッグなんですけど、中に多分これなんちゃらレチーズっていうのが入ってると思うんですけど、それがめっちゃうまくて、何よりもこの衣ですね。このドッグの部分がめちゃくちゃ美味しいんですよね。結局 YouTube ってサムネゲーらしいんですよ。わかんないですけど、インパクトがあるもの撮りたかったんですけど、まあそれができなかったということで、この動画もこのチーズドッグもあんまり伸びないと思うんですけど、それを気にせず見てくれてる皆さん、めっちゃ好き。この取り残されたマスタードたちも忘れずに。砂糖の暴力、リアル鬼ごっこを彷彿とさせる。デンバーナゲッツですね。最初からチキン南蛮です。鶏肉本来のパサパサさ、そしてそれを上から包む安っぽい衣、とっても美味しいです。こういうの本当に良くないね。この下に残ってるザラメとマスターディーケチャップをぶっかけて、これ絶対うまい。美味しい。デージマーさん、バカでかいの二つ目。砂糖がね、レミオロメンみたいな感じでこの駅で待ってるんですよね。マジでうまい。もう今までよくチーズドッグ食べてこなかったなと思ったんですけど、よく行く業務用の大きめのスーパーに行ったらチーズハットグーって書いてあるんで、これ絶対買うしかないしようと思って買ってきて、速攻で揚げて今食べています。外サックサク、中もっちもち、めっちゃうまっち。チーズ系って結構流行りません？なんか10円パンとかもビヨーンって伸びていくじゃないですか。俺っちの真上でコードブルーしてる。うまい。てかさ、皆さんさ、話変わるんですけど、俺っちって言わないですか？俺たちのことを略して俺っちって言うんですけど、俺ね、これ中学校まではゴリゴリの地元サイファーだったんですけど、高校行って那覇っていう大都会に進出したんですよね。果てしないって感じなんですけど、まあ、どんなにね、シティボーイを演じようと思ってもね、ゴリゴリの田舎出身だったんで、その時ね、ずーっとこのね、中学校3年間までの15年間、ずーっと俺っち、俺っちって言ってたんで、高校生の時にね、俺っちってよって言ったらよ、なんで俺っちってみたいな、黒子のバスケの着せの口癖真似してんのみたいな、いやいや顔しか似てないしみたいな。でそれがね、抜けるまでね、ずっと俺っち俺っちって言ったらね、まあ青白い目で見られてましたね。懐かしい思い出。今回は合成に中がチーズなんですけど、俺は 100% ソーセージが好きですね。これ俺と同じ人類いるかな。こういうアメリカンドッグとかの端っこに残ったこのチンカスじゃないカス、これめっちゃうまいからさ、俺逃さないんすよ。この時のために買ってきたもの、おっとぎハニーマスタード唐揚げフライドポテトによく合いますって書いてあるんですけど、まあ、その登場人物一切映っておりませんね。ナゲットも結構ポテトの一種だと思うので、これをたっぷりかけたいと思います。そうセクシー。あーめっちゃ美しい。
普通に何もつけん方がうまいぜ。これ俺と同じ趣味思考の人類いるかわかんないですけど、俺って基本的にチーズナゲットとかこういうハットグとかに何もトッピングしない人類なんですよ。チキンナゲットって普通に味ついてるじゃないですか。だからいつもまあマックとか行ってもね、ケチャップとかもらうんですけど、あんまり使わないのでちょっとフードロスの元凶になってしまっているんですけど、たまに刺身とか出てくるじゃないですか。普通に何もつけなくて食べちゃう時もあるんですよ。でも普通にこれでも味するしなって思っちゃう人間なんですよね。ナゲットがうまい。これは例のことが青森ですね。もう居酒屋行っても酒飲まない人間なんですけど、もう最近起きた俺の中の大事件、マジ応仁の乱ぐらいの事件だったんですけど、俺って基本的に車運転してるわけね、ブーンって、まあ軽自動車、軽の担当緑なんですけど、でその担当の担当が俺だったんで、ブーンって乗ってるわけじゃないですか。でそしたら信号が当たってるわけですよね。でそこで並列してくれる、まあマニュアル車の、まあ結構いい感じのボロい、ボロいって言っちゃう、ワイルドスピードとかそういう系に出てくるブン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 言うタイプの車だったんですよね。で俺って基本的に車ブンブン言わすのが苦手だったんですよ。でその車はね、死の子の言わずにブン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 って感じで、待ってる時からずっとギュッギュッギュンって感じなんですよ。そこでこの人多分飛ばすんだろうなって思いながら、もう信号がピッピッピップーンって青になった瞬間、ブンって消えていったんですよ。おいもうやめてよこれってずっと思ってましたね。車好きだよって方は本当にごめんなさい。バイクも車もブン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 言うのがね、苦手なんですよね。唯一ブン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 言って嬉しかったのはめちゃイケの舵取りだ。あのブンブンと上地雄介さんのブンブンブン、トペビーツバッチみたいな、まあそういうのだったら全然 OK だったんですけど、吹かすこと自体がもう苦手で、俺一応マニュアルの免許持ってるんですけど、教習って坂道があるじゃないですか。で坂道発進って最初サイドブレーキを教えてもらう前に、普通に俺はアクセルとクラッチのいい感じの話し具合で言ったんですよね。こんなド素人のマニューラが言ったところで、クラッチとアクセルっていい感じにしないとすぐエンストするじゃないですか。エンストは絶対にしたくないって思って、あの時の俺が生み出した答えが急発進になってもいいからビューンって言ったんですよね。でそれがもうずっとトラウマで、ヨナバル交差点ヨナバル交差点って言ったら俺出身地バレちゃうんですけど、大体2段階終わった後にヨナバル警察署の前で坂をビューンって言ったらブーンってなったんですよ。いやもうそれがトラウマでトラウマでしょうがなくて、ちっちゃい頃に初めて見たバカ殿様ぐらいトラウマだったんですけど、本当にそれが苦手で、でそれが15年経った今隣でブーンってやらせてるわけじゃないですか。もういやいやんって思ってはい、こういう話です。ということでチーズハットグいただきたいと思います。そうそうそう、今日ね普通にねチーズハットグ食べてもねつまんないと思うので、俺という人類自体がつまんないので、ちょっと味変を変えていこうということでね、近くのカネヒで行ってきました。そしたらね見つかったのがこちら、でんチヨコレイト、グリコの中だったら最上級でございます。うわ、見てよ、これもう。何もかかってない。もうこのもう真ん中にある砂糖たっぷりのところに、この追い砂糖をするということで。うわぁ。やばいな、こんなに砂糖いたらリアル鬼ごっこだったら確実にぶっ殺されてます。ほら、見てよ、やばいでしょ。もうやばいな。いや、これはやばい。赤、白、緑、黄色。いただきます。I'm so killer. これ見た目めっちゃ串カツなんですけど、味は相当甘ったるすぎて、こっちホールケーキアイランドかって思うぐらい甘ったるかったんですけど、もう苦手、超苦手、高圧的な上司ぐらい苦手、本当に苦手でも食べます。中のチーズがちょっとほんのりしょっぱいので、この砂糖とチョコがいい感じな帳尻合わせてくれるよ、うんうんうん。それでも思いっきり甘さにボーンとフルスロットルいっちゃってるので、アンチ甘党の人間からしたらちょっときつかったですね。これが全部コロッケだったらね、ソースかけてバーンっていけたんですけどね。まあ今回は日本のハウンドドッグということでいただきたいと思います何言ってんの俺、2回目の方が優しくなったかも。1年の時めっちゃ厳しかった先輩が2年に上がった途端めちゃくちゃ優しくなるみたいな、2回目の方が優しくなるタイプの人類ですね。意外とおやつ感覚でいけばいけるかもしれないですけど、これを思いっきりアメリカンドッグと同じ立ち位置で扱ってたら、まあ、痛い目見ましたね。痛い、元気してる？うん、ここだけ見たら完全にカニクリームコロッケなんですよね。だけど口に入れた瞬間もう全然違うカニ光線みたいな。
チョコレートソースって言ったらね、パフェにかけるじゃないですか。で、パフェと言ったらね、俺ガキンチの頃にね、正月と言ったらね、まあ、家族で初詣行くんですよね。で、初詣行った帰りに、ジョイフルに行かせていただいたんですよ。で、そのジョイフルで食べるカルボナーラ、そして、この時年に1回だけ食べれる大イベント、パフェを大注文したんですよね。で、その時注文したパフェっていうのが、いちご味のパフェだったんですよ。ということで、全くチョコと関係ない話になってしまいましたが、はまじか。ちょっとさっきのチョコの影響を受けてるナゲットさん言いましたね。あれぐらいの量じゃナゲットは変わらんかったぜ。今回このナゲットのハウンドドッグも全部市販のもので買ったんですよ。で、特にこのナゲットに関してはオーブントースターで温めたんですよね。オーブントースターでやったら、まぁ、ちょっと名前伏せるんですけど、某マックナゲット。あれと同じ味がしました。味っていうか食感ですね。せっかくのナゲットだからクリスピーに行きたいじゃないですかね。うん。うん、今日のメニューはすごいヘビー。メイン揚げ物、サブ揚げ物みたいな揚げ揚げの身の能力者になっちゃったんですけど、唯一の救いがこの中にある水ですね。めっちゃうまい。DJ オズマぐらい揚げ揚げなんですよ。マジでいい。お、ありったけの夢をかき集めて冒険しちゃっていいですか。さっきのこのハニーマスタードにチーズドッグをかけちゃう。黄色の暴力。こいつ絶対シャボンディでルーキーたちボコりましたよね。別に今 XJAPAN のモノマネしたわけじゃなくて、変な味にやった、ごめんなさい。合わんかったやつだ。7月7日以外の織姫と彦星ぐらい合わんかったやつだ。うん、よかった。このチーズドッグの前方後円分だけにハニーマスタードかけて、これ全体にかけてたら終わってたやつさ。そうだ、皆の衆本当に聞いてほしいんですけど、前回の動画多分確認だと思うんですけど、このカメラの設定をバグったせいで、スローモーションモードでずーっと撮ってたんですよ。で、そのせいで音が取れてなかったんですよね。このカメラ自体の音が取れてなかったんですよ。でも俺って基本的にこの真下に外部マイクを仕込ませてあるので、このなんとかこの外部マイクだけでいけたんですけど、で、このいけたきっかけっていうのが、いつも俺食べる時にパーンっていただきますってするじゃないですか。それでなんだかんだこういうこの画像をパッチンっていく時と、あの音の波形を見てピーンって伸びてるところをいい感じにクリップさせて何とか活かしてくれました。何がスローモーションモードなのか全然わかんないんだよね。多分人月のフォクシーがいると思うんですけど、今日は頭の中がワンピースで支配されてますね。なんか食べてても何言おうかなって考えた時にすぐワンピースのネタしか思い浮かばないんで、ちょっと今日はワンピースということで、ありったけの夢をチキンのワンピース探しも、冒頭に言ったと思うんですけど、高圧的な上司ぐらい嫌いってワード言ったと思うんですけど、あのね、俺ね、もうがっつりのゆとり世代なので、まあ、ギリギリ円周率は 3.14 だったゆとり世代だったと思うので、あのね、あんまりね、この高圧的な人類に対してね、体制がついてないわけですよね。最初に入った会社でも結構高圧的な上司の方がいてくれて、1年から1年半ぐらいで辞めてしまいましたね。まあ、でもね、今はね、まあ、結構働く環境とかにもね、ちょっと恵まれてくれたおかげで、いい感じに働かせてもらってるし、何よりも、こうやってハウンドドッグを食べて皆さんに見てもらえて、ちょっとコメントとか評価をいただけるっていうので、もう贅沢な暮らしさせていただいてます。なんか職場でもね、まあ後輩とかができるじゃないですか。まあ、そこでもうあの、まあ自分は絶対高圧的なデビューにならないでおこうと思って、俺って基本的に年上の人にも年下の人にも仕事上では絶対さん付けしてるんですよね。なんでかっていうと、フリーザがそうしてたから。うん、チーズの外側をめぐってるいい感じのホットケーキ生地がちょっと甘いので。嘘ーん。なんで？そんなことある？今めっちゃカメラに熱こもってて、湘南の風ぐらい激アツなんですけど、もしこれで間に合わなかったら、あの途中でもう動画切りますんで、もうさっさと食べますね。ごめんなさい、いただきます。うん。ご飯と一緒に食べたかったやつだ、このナゲット。
てかさ、ちょっと見えるかな、ここに大ニキビがボツンって出てきたんですよ。前回の角煮を食べた動画から早2日、朝起きたらね、こんなボカーンってできてましたね。まあこれがもうちょい成長していったら、ちょっとエースの大技の大宴会宴定みたいになると思うんですけど、これって右側より左側の方がニキビできないんですよ。そう、なんでかなって、まあ個人的に調べた結果、俺って寝るときに右向きに寝ることが多いので、こっちがずーっと枕に当たっちゃってるわけですよね。まあそれでちょっと摩擦が起きて、こういう感じになってると思うんですけど、俺って基本的に右利きだから食べるときどうしても右向くんですよね。だから左側が必然的に映るんですよね。だからちょっと左側はできないんだったらまあいいかなっていう感じです。カメラ熱暴走起こしてんのにこんなダバダバ喋ってたらダメだって。それくらいだった。なんとか生き返りやった。あのね、カメラに向かってね、布団が吹っ飛んだってめちゃくちゃ言ってたらね、なんか温度が下がってくれたおかげで、なんとか行きました。嘘です。普通に冷蔵庫の中に入れてました。じゃあもうラスト行きたいと思います。大丈夫。言うてもう言いたいことないんですよ。だけど最後まで俺が食べるとこ見て。ちょこっとついたチョコソースを。この小麦粉特有の咀嚼した後に喉にまっとり寝とわりつく感じ大好き。今の串抜き藤虎の抜刀ぐらい早かったですよね。重い。ミスゴールデンウィークぐらい重い。チーズドッグに砂糖をめっちゃ振りかけたんですよ。で、それで食い散らかしたおかげで地面がね、砂糖だらけなんですよね。やばい。アラバスタみたいになってる。ペンパイナップルアップルペン。どちらにしようかな、神様の言う通り。デンバーナゲッツ。ということで、チーズは伸びなかったけど、この動画はストレッチマンのごとく伸びてほしいなと思いますので、ここに溜まってきただろうってやる感じでね、いい感じにやっていこうと思いますので、この動画いいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。インスタグラム、TikTok もやってるので、そちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。